マジでやばい。次、私に枠やらせてとか言われたんだけど字幕つければいいだけの話じゃん。それはない。いや、今配信撮ろうとしたら私に次枠やらせてって言われた。やばくない？ちょっと枠やらせては。もう何本目？まだ3本目だったら今配信つけたらいいじゃん。やだやだやだ。やりなよ、せっかくだ。そんな欲しいなら。やだやだ、まとめたいタイプ。何まとめたいっすよ。じゃあ、ミーコの枠やる？じゃあやりたいの？1時間だけ。1時間だけって伸びてくなー。え、さっき1時間だけやね。今ちょっとナイスをもらっとかないといい。あー、じゃあもらおう、ナイスもらおう。だから1時間だけじゃなくて、うん、もう帰るんだよ。帰る帰る。で、シンクももう馴れ合いしてても帰らないよ。まあ強制的に言ってもいいけど。うん、強制だよ、もう強制、完全強制だよ。でも新木さん車？うん。でもあれだよ、新木さんの車では帰らないよ。タクシー呼ぶよ。まあそしたら俺が見届けて。うん。じゃそれでもいいから呼んでタクシー。何さん？何さん？1時間か。ん？無料アイテム欲しい。じゃあ無料アイテム欲しいんだったら今配信つけな。 それはない。じゃあなんで俺が配信切ってお前の枠に協力しなきゃいけないの？お前はお前で枠つけたらいいじゃん。じゃあこっちはこっちの流れがあるから。じゃあいい。でリスワン取れたんじゃないの昨日？取れたと思う。いや取れた。ほら取れてたじゃん。いやなんかリスワン言うからチェックしたらリスワン取れてた。取ってんのかいっていう。閲覧が欲しいの？まとめて。うん、閲覧はいい。じゃあ無料アイテム欲しいなら今枠つけな。無料アイテム？うん。配信つけたらいいじゃん。ここで？うん。それで満足して帰ればいいね。シンクさん本当帰らしてよ。うん。シンクさん1時までに絶対だよ。もう1時っていうかもう今帰らしてほしいけど。ね。いいよじゃあ。うん？帰るけど、うん、枠はいいよ。うん、配信つけながら帰りな。つけながら帰ればいい。そうじゃん。いやそれは枠つけながら帰りなよ。それはいいよ。今だったら、うん、閲覧枠し早くさ流しておいで。あ流してくるわ、うん、ちょっとシンク、うん、コメント拾ってリスナーがどうしてほしいかちょっとここでやって。そのさばき得意じゃないんだけどと言いながら俺自分が T シャツ着てきてるのね。いやシンクさん、慣れ合いじゃ帰らないよ。うん、いや、連れて帰るって言うけど帰る。ただ、これで酔っ払ってくれればまだいいんだけどね。うわ、すげえ早いんだよな、いつも。うん、帰らせる帰らせるね、帰らなきゃ。帰らないよ。ダメ。帰らないって言ったら、あの、電話。いや、でも、あの、ちゃんと自分でコメントで残してるからね。誰かが来たら帰るっていうのは。それは別に、俺じゃなくても誰かが来たらって言ったからね。それで俺が動いただけで、なんか別に俺も車で送っててもいいしタクシーで帰ってもいいし、どっちかで二択。すごい黒髪になった。お、あとは洗い流すだけ。うまい。意味いこう。警察ね。そう、俺はね、警察来たんだよ昨日。あ、見てた見てた。でミュートになってたから。うん、俺はまああのバッテリーをもらうっていう名目もあったから。あ、バッテリー車にあったよ。うん、じゃあそれはまあ後で。それで変わったな部屋ね。お、いけいけ、どんどんさんから。うん、バッテリーちゃんと持って帰る。ね、あれ今日で2日目？ 3 日目？ルールルーじゃなくてなんで自分の世界入るんだよねえ。うん、連れて帰る。ちゃんと帰ります。シンクさんどこ住んでんの？配信ついてるから家だけ。あ、そこうん、誰あんたって。未だに俺のことを知らない人がいるね。カタカナで書いてくれる人はね結構鉱山の人なんだよ。で、ひらがなで書く人は最近知った人っていうね。もうタクシーダメ？まあ、帰ってくるかもしれないもんね。
エンディみたいで懐かしいな。うん、今とりあえず黙ってるからあれだけどね。はい、ナイス音。うん、どこに、あ、ゼロマンさん、はい、家まで、本当はだからあの家まで連れて帰ってもいいんだけどね、え本当に家に預けた、あの実家に預けたのね。何が犬、あ、え、実家に預けた、うん、なんか実家に預けた言ってなかった、てか実家に住んでるから、うん、あの私の犬ってよりも、うん、家の犬なの。なるほどね、それをたまに自分家に持ってきてるってことね。自分家に持ってきてる、あれ私実家に住んでるから。え、昨日のやつはシンク、はい、あの、はい、世間話しても帰らないんで、はい、うん、慣れ合うなっていうのは分かってる。ゼロワンさん戻ってきたら、あの、引っ張ります。うん、どう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 、そっちからっけ、えーえー、そっちからっけ、まあ、そっちに行かない、どこ行くの、どこ行くの、変わらない、ビールから、てかもう、じゃあそれ、最後の一本ね。え、ミコが買ってきたんだけど、うん、いや、それはいいんだけど、うん、それ飲んだら、帰るからね。分かった、嘘はつかないって言ったから、うん、帰らない。いや、帰らないじゃない、帰るの、じゃ触らない方がいい。強制的に連れて帰るよ。家遠くない、大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、タクシーで帰るよ、1万5000円ぐらいかかる。うん、だからタクシーで帰るんだったら俺が送って、送ってんの。いいよ、そんな無駄な金使うのなの。いいよ、だって他の男の人の車に乗るのはちょっと。何他の人、別に俺不破地界で一番無害なんだけど、うん、悲しいけどね、え、本当にこれ最後だからね、本当に最後だからね、嘘はつけない、うん、それ飲んだら本当に強制退去されるからね。俺はあの車の運転があるんで飲めないっす、うん、あ、まーちゃんはちゃんとあのご飯あげてきた、大丈夫大丈夫。アシンクさんも犬飼ってんの？猫なんだ、へえ、うん、警察はやめてあげて、本当にいいんじゃない、警察呼んでもらって、よくねえよ、ダメ、昨日来たよ、もう知ってるよ、なんか何回も呼ばれると、うん、いろいろ迷惑かかるんだよ。そうなの、うん、そう、みんなリスナーもね、もうそろそろいいんじゃないって。分かった。うん、でも、タクシー呼ぼ、うん、次の言葉で帰らないはもうないからね。ん？俺の前で帰らないはないからね。でも嘘はつけない。だ、帰らないは俺は聞かないよ。うん、あのゼロワンさんに聞いても俺には聞かないよ。はあ。いや、マジいらんわって、別にあの、いらない人は別にいいんだよ。あのもう一部の人間は俺がおせっかいってのはよく知ってるはずだから、ここ座りな、うん、大丈夫、座りな、飲み終わったらもう行くから、分かった、圧がすごいから座りな、うん、圧はいい。てか俺が見えないんだよ。でタクシーで行くの、それともタクシーで帰るよ、うん、じゃあ今予約して、うん、でも大体飲むペースは分かるでしょ、これ見込みじゃないやん。昨日も結局タクシー呼ぶで結局キャンセルしてた。え、してないよ、タクシーまず呼んでないし、あれなんかアプリでやってなかった、まあ、それはいいんだけど、とりあえずもうゼロワンさんが出てくる前に帰ろう、うん、それどっちの、あ、そうやってみよ。また来た、今ゼロワンさんは髪流してる。兄ちゃんは何がしたいの？ん？いや、帰るよ。あの、一緒に連れて帰ってね。シンクさんはさ、ん？ニコかわいそうって、もうゼロマンさんもかわいそうやん。シンクさんはさ、何？仲良くしてくれると思った。いや、仲良くしてるよ。うん。だな、俺はあくまでもどっち、うん、じゃあミーコのガチ恋応援して、うん。
でもゼロワンさんもゼロワンさんだからね。閲覧が高いから。うん、関係ない。閲覧で人を見てない。ずーっとガチ恋でダメなの？ん？応援してくれないの？シンクさんは。俺はみんな幅広く応援してるよ。うん。姉ちゃんもここで引くと。触らないね。分かった。好きな人がいるから。うん、ゼロワンって言うんでしょ？うん。うん、やめて。ふふふじゃなくて最終的には本当に嫌っつっても出すから、うん、投げてきた。じゃあこの髪見たら帰るんでしょ。やっぱこっちの方が落ち着く。触らない、ね、あ、若干髪がドライよ。ドライはしてない。しなした方がいいの。うん、なんかすごい髪型になってる。嘘、どいて、うん、はい、どいて。で触らないでっていうのが分かったから、はい、じゃあ触れる前、さらわれるね。シンク早く、うん、今とりあえずこれを飲み終わったらもうちょっと待って、シンクにモバイルバッグ取ってくるわ。あ、おい、トリートメントした？してない。しな、うん、やっぱ半分だね。うん、てか全然関係ない人の名前がいっぱい出てくる。うん、あ、一応ね、どのぐらいの量入ってるのかなっていうのを一応確認したの。ジジイは帰ります。ミコ連れて帰ります。エンディじゃありません。ユイガさんでもありません。うん、え、性犯罪逮捕歴あるの？誰が？シンクさん。ないよ。ないって。なんで俺がそんな前科何一つないよ。LINE 来たから。前科何一つないよ。シンクありがとう。あ、あ、お疲れた。いやいや、これあげるわ。これにお使いな。あ、なんか小麦だ。車とかでさ、うちの姉ちゃんこれ使ってる。ほんと？うん、いいやつ。なんかすごい便利そう。あの、同時にできるんですよね、これ。うん、あ、ナイス、ありがとうございます。よかったら押してください。何や、ちょっとこれ結構便利だった。しきちゃん来た。しきちゃん、しきちゃんさっき一瞬チラッと。しきちゃん、しきちゃん LINE だって。なんか動画があって。しきちゃん誰そんな変なこと言ってたの？それ言わないよ。しきちゃん動画見てって。動画見るか。その人の名前見せないなら。なんかすごい動画だ。来てたよ。あ、もう見なかったからもうダメだよ。近いよ。音が入ってないよ。一生懸命喋ってるけど。どこにいたの？しきちゃん、音が入ってない。いいよ、ここ。いや、いい、座ってて。しきちゃん。俺別に何もしてないから。あの、音が入ってない。ネタ向けたわけじゃない。なんで？音が出ない。しきちゃん、音が入ってないよ。私、あれと、シャンプーと来たんだよな。音ありきたわ。いや、マジで音入ってない。俺の携帯？おやすみ。おやすみじゃないぞ。なんで音聞こえないんだろう。しきちゃん、音が聞こえないよ。なんでだろう。音が聞こえないわ。マナーモードなってない。ほら、曲流れるもん。音量でかくして。ほら、 LINE 来たら音鳴ったでしょ。しきちゃんの動画が入ってないんだよ。だから音入ってないんだって。しきちゃん、同じやつを何回も送ってきても意味ないんだよ。それ音が入ってないんだよ。しきちゃん、取り直すかなんかしないと。マジで音入ってない。しきちゃん電話します。現状ね、帰ってくれないんですよ。みーこ、あの普通の iPhone の充電器は？なんか寝てるんだけど。
今寝たって言っといてねって言って寝てるんだけどってシンク俺裏切る？いや裏切ってない裏切ってない。いやだから今聞こえたよね。寝てるって。裏切ってない。あのドンキにドンキで買ってきたんじゃないの iPhone の。買ったよ。そこで充電してんじゃん。あんたのあのあれを。返せよ。返せじゃない。ちゃんとやった。じゃ返してそれ。どこにあるの？今使うんだよ。ほら。これ俺の取るんだよ。取ってないじゃん。短いやつ買ってこないでよ。だからそれ安かったの。それミーコの。iPhone のやつは ？iPhone の買ってきてって言ってない。お前自分の分買ったの？白いやつ貸して。貸すの？なんで自分の分の充電器買うの？一番最初だって抜いたのがゼロワンさんじゃないの？これじゃん。それじゃなくて iPhone の長いやつ貸してっていうのとコードが届かないの。ミーコの貸すの？それ俺のだけどね。違うよ、ミーコのだよ。もう帰れよ、早く。あ、川西、お前久しぶりだな。元気してたのかよ。てか、ミーコが帰らないじゃなくて、ミーコを返さないにタイトル変更しろ。通知うっせんだわ。まさか助けてくれるどころか俺が返さない。正論じゃないでしょ。おかしいんじゃない。ちょっとしきちゃんも最近二人でいたっつうと、いや、これ充電器はそこの白いやつどこにあった？ねえ、この四つ股のやつどこを掃除して直したの？ねえ、充電切れちゃうんだけど、携帯が。ねえ、もう二人で帰ってよ、早く。もうこれで刺すか。充電器が何？違う、あのコンセントに刺すやつの。帰ってよ。